のため4分止まります。山陰線は9時25分発特急松風号新大阪行き、普通列車は10時12分発長田市行き、下関に到着です。下関では機関車付け替えのため4分止まります。下関の次は文字に9時21分に到着いたします。